WZ-111 重戦車は、1960年代に、中華人民共和国が開発した重戦車であるが、多くの機械的な問題により、結局、1966年に中止された。WZ-111 は750馬力の、スーパーチャージャー付きディーゼルエンジンとトーションバー、サスペンションシステムを搭載。誘導輪は前方にあり、 後方には駆動スプロケットが装備されていた。サスペンションの部品の多くは、イズマイナス2のようなソ連の重戦車の設計で使用されているものと同じタイプであった。最初のプロトタイプは1964年に試験を開始した。このプロトタイプには砲塔がないが、試験時には実際の砲塔の質量を模擬した鋼鉄製の重りが取り付けられていた。試験中に、 技術的な問題が多く表面化したため、1966年頃には、設計が棚上げされた。現在は、北京近郊の戦車博物館に、WZ-111 の車体が展示されている。中国60年代中型、広志勝項目イ因語氷道機付加石史化も流。2013年10月23日時点の、オリジナルよりアーカイブ。 2014年4月6日閲覧。WZ111 県政始末 WZ111 従型、広し勝人知的拠。WZ-111 従型、広し勝。ありがとうございます。